ハッピーさん、ありがとうございます。あ、ペイちゃん、ありがとうございます。おめでとう、美男美女。ブちゃん、ナイスブちゃん。あ、もしもし。もしもし。あ、会長。会長、お疲れ様です。あ、天然さん、お疲れ様です。どうし、もし、もしもーし。あれ、聞こえます？あれ、私、聞こえますよ、聞こえますよ。え？聞こえてますよ、ずっと。え？いや、全然電波、こっちは全部聞こえてますけど。はい、聞こえてますよ。いや、なんとです。ちょっと、あ、ありがとうございます。彼氏。あ、会長、恋愛禁止ですか？あ、本当ですか？あー、危ない。気にしないで。はい。もしもし。あ、大丈夫ですか？いやー、ありがとうございます。一番最初。いや、まだな、何も配信で説明してないんですけど、今配信始めてまだ6分なんですよ。すぐ電話来て。まあ、実はずっと話してて、で、ちょっと、まあ、そのクラウン君は、まあ、その、私は裏で付き合いたかったんですね。はい。で、クラウン君は、ちょっとそれは心配だから、多分公表したくって、そこでちょっとずっとこう、なんかこう、言い合いになってて、え？いや、隠して、そう、隠したかったですね。いや、隠蔽とかじゃなくて、うまくいく試し、なんかうまくいく未来が見えないから、そう。でも、まあでももう、もうこれはもう、もうクラン君も結構頑固なんで、ちょっともう、まあ私ももう好きだし、折れました。で、今公表しました。そう、まだか、そうなんですよ。いや、だって天然さんも言ってたじゃないですか。そういうのは裏でやるんだよって。そんなことないですよ。でももうバレちゃった。え？だってカップル配信って、
やれる配信も狭まるじゃないですか。やれる配信もほぼるで、やりようによっちゃもうほぼいっぱいで加える。だからその旅行なんでもないけど仲良しバンジージャンプ行けるよ、バンジージャンプ行けるよ、滝行も行けるよ、結構遠いところ全然いいんじゃないか。寺も行けるよ。お前行きたくないですよ。で配信会でそれやってくる。え、いやそうじゃなくて、うん、まあ、だからそのカップルってね喧嘩するし、まあ、でもそういうのって、まあ、相手も飛ばないですからね。いやそれだから現にしちゃうわけ全部。え、現にするわけよ。それをやっぱクランクはやりたくないから。うん、って言うてもらえてさ、今女リスナーじゃんほとんど投げてくれてる。そうですね。え、でもマリオちゃんってさ女性のことすごい大事にするから。まあ、例えばその結構じゃあ私ってもうトップグループと絡んだりとか、あとこう韓国で出会い配信とか、まあ、なんかそういうの好評だったんですけど、でそういうのも全部できなくなるじゃないですか。そうね。そう、だから裏で付き合いたかったんですよ。でもクランクはそれ絶対に無理だから、ちょっとそれで言い合いになって、じゃあもう表でってことで、私が折れたんですよ。女の子のリスナーさんが多かったらさ、そこまで減らんと思うで。ん？女の子のリスナーさん多いやろ。いやでも男のリスナーさんもいましたよ。あ、でもクラウン君とちょっと絡んでちょっと今は出てこないけど。難しいね。まあでももともと女多いじゃん、トップの人は。コロナに来てない人とか女の人だって。ああそうですね、うん、関係なかった。でもね3ヶ月に1回男の人がマンスリー1位かもしれない。あ、そうだ。うん、私ねマリちゃんと LINE 交換して、なんか困ったら相談してもらったりとか、なんか私配信者じゃないし、なんか友達になれたらいいなとは思ったけど、まあ、ちょっとまあ、いろいろ相談したいですよ、うん、正直全然トップグループ抜けるとかなんかそういうのとかでも全然いいと思うし、会社立ち上げるんでしょ。じゃあトップグループ抜けませんよ、私会長、これからも。鍋場ダメになったんだ、週一の。あ、違う違う、それは違うけど。それ違うけど、うん、あ、姉ちゃんさ、もし仮にトップグループ抜けても、うん、なんか別にみんな嫌いとかじゃないから、舞ちゃんのことも。え、会長もしかして。あ、で首とかじゃないよ。違いますか。やっぱ、ま、まかない担当として、会長が抜けたいっていう時があったら、うん、まあ会長、今から勤めに行きますか。何を、我の家に。いやでも別に別に分かるよって。いや違う、まえちゃんに全部任せるからいいよ。うん、まえちゃんの意思を尊重するからねってことだけ。 ありがとうございます。でも何かあったら相談してね、 LINE 交換しようね。え、まえ、あれな、クランクとじゃあ同棲するの。いや同棲はしないよ。あ、せえの。うん、だってまあ子供もいるしね。子供もいるというか、まあ、たまに泊まりに来たりとかもするし、まあ、そういうのはないよ。うん、とりあえず何かあったらみんなに相談したりとか。わかりました。あ、全然入れるよ、大丈夫。中村、はい、ありませんけど、つけたかないのパンチになります。ご祝儀、じいちゃん、なんだこれ、ありがとうございます。じいちゃんナイス、じいちゃんありがとう。
ありがとうございます。あーグレートまゆまゆわいちゃん当たりもいいんですか。グレートナイス、グレートナイス。ありがとうございます。わいちゃん箱押ししてくれた。わいちゃん私幸せになります。こんなに人を好きになったことは一度もありません。こんなに人を好きになったのは初めてです。じゃあちょっと皆さん祝杯一緒に飲みましょう。今日はお祝いですから。ケピーごめん、これキャリーちゃんのだね。キャリーちゃん後であの返すから。これキャリーちゃん後で返すから必ず。これ兄ちゃんもありがとう。兄ちゃんもありがとう。まぁ、あ、ちょっとそれはない。失礼って何。今までで一番好きになった人なんだよ、うん、今までで。これはもう本当。でもう私もね、あー泉ちゃんよかったね。いいんですか5000アイテム高額のやつ。パケーン泉ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って BGM。 ありがとうございます。いや本当だよ、今回は本当こんなに人を好きになったことないから私が折れたんだよ今回。私裏で付き合いたかったんですけど、裏が良かったんだよね。だから正直なんですぐみんな付き合わなかったのっていうのは、だからその表に出したくなかったんですよ。まあ、中途半端に出してしまいましたけど、うん、いや今日付き合いましたよ。だからそれもやっと、だからそれでもうクラウン君がもうそのクラウン君があのもう今日もうそこはっきりしないんだったらもうこの関係はもう終わりにするって言われ、もうそんな風な感じで言われて、でとりあえずそこでまず付き合ったんですよ。これ逃げられると思って。でそっからもう3時間、うん、話し合いですよ。いやでもさ早くない？も私結構あと1ヶ月ぐらい考えたかったんだけどな。だってまだ出会ってたってまだ2週間とかだよ。まあ、ちょっとまあそこはまあ、彼は真面目なんで、多分真面目な人なんで、うん、でも私もそのじゃあそのね付き合うってなったら表に出すの、表に出して、私はまあ2人しか付き合ったことないけど配信者と、まあ1人は、まあ、013はあれだったとしても、あの013でも本当に難しかったし、とにかくこれって一番難しいレールに進もうとしてるから、うんうん、まあでもで私がやっぱあの配信外を提示したんだけど、まあ、それは多分私の今まで通りの配信を
その許せないから、じゃあもうこれはもう表にするしかないよねって、うん、でもう私のもう彼氏になっちゃった、私の男になってしまったので、もうクラン君の悪口はもう NG ですね。もうブロック対象になります。もう私たちは今からチームに なりましたから、彼氏であり仲間だからね、お互い味方だから、あのライバルになっちゃいけないわけよ。敵対心、敵になっちゃいけないから、これはなんか歯磨き粉ですね、うん、そう、うん、まあそういうことで皆さんご祝儀大募集してます。大募集してますから、ご祝儀。あの結婚前提に付き合ってます、うん、結婚前提に。あー、おめでとう、みーちゃん。いいんですか、お花見のグレート。わー、ファンタスティックだ。ありがとうございます。みゆさん最高。あ、ちょうど目が覚めた。泉いいんですか、また2発も。ありがとうございます。最高、泉ちゃんありがとう。